ます。嬉しいです。90は私ですね。あれ、あ、カビあった。このカビはあるのかな。初訪問いらっしゃいませ。あ、待って、ミク、今日今回何月にしてたんだっけ。12か。もう11、12は絶対に開きません。よーし。違う、この辺か。ん、この辺。さっきどの辺だった。この辺でいいか。よいしょ。頑張れ、頑張れ、私頑張るんだ。頑張って頑張れ、応援しろ。よし、はいはい、はい、いけた。あー、すごい力がいるね。あ、くまさんありがとうございます。お、皆さんのレベル、ファンレベルがどん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 上がってますね。すごい、ありがとうございます。だるまさん、初訪問の方もいらっしゃってくださって、いらっしゃってくださって、いらしてくださって、とりあえずありがとうございます。やばい、このままだったら本当に秘書検定落ちるかも。勉強しなきゃね、秘書検定。ちょっと待って、なんかついてるかも。お、ハート、ハート、バラ、ありがとうございます。ハート、ナスさん本当にありがとうございます。嬉しい。いいな、カラオケとかしてみたいよね。でもカラオケって普通できないのかな、わかんない。え、昼間から歌っちゃうみたいなね。いや、カラオケできなさそうだからやめとく。カラオケできないよね、だって。うん、できそうにないね。よし、やめとこう。うん、うん、うん。ありがとうございます、皆さん。あ、フォローありがとうございます。配信が楽しすぎて勉強がおろそかに。大丈夫です。配信しなくても勉強してない。やばいやばい。ショールームのやつ調べてみよう。あ、声がカスカスだからカラオケはやめといた方がいいと思う。ね、治ったって。ショールームカラオケ、アカペラカラオケ、アカペラカラオケはどうやってやるのかな。カラオケ始めたい。できないのかな。ガスでのカラオケ配信や外部のカラオケを見るとか、できなさそうかな。ショールーム用カラオケ、ダムのカラオケ機能、うん、うん、難しいですね。カラオケってどうやってやるのかな。あ、お耳猿ですね。プリクラ撮ると猿になるんです、私。猿、ちょっとプリクラちょっと今度あげてあげるよ。猿だから、本当に猿だから。びっくりするほど猿のやつあるんです。カラオケってどうやってやるの。フリールーム、フリールームでは、あ、イベントに参加するとできるんだ。私フリーだから、アカペラ著作のカラオケ機能使わないだから、カラオケマークのイベントをしてるとできるらしいです。できるらしいです。だからイベントに入ってないからできないんですね。そのなんか公式ルームとフリールームっていうのがあって、私がフリールームで、公式ルームはよくわかんない、無理ですね。私には公式無理なんでちょっとよくわかんない。新人の、注目の新人、今まで上から3人目です。ちょっとこれ1番目指そうよ。頑張ろう頑張ろう。アカペラだと、あ、著作権のカラオケ機能で、カラオケ機能ないもんね。でもさっき、昨日一昨日ぐらいからずっとなんかポポジさん歌ったりさ、サンフラワーの歌ったりしてるけど大丈夫かな
サンフラワーとか歌って著作権大丈夫私。サンフラワー歌ったところって誰もわかんないけどね絶対に。皆さん本当にありがとうございます。お初訪問いらっしゃいませ、ミクです。これちゃんと見えてる、そういえばここにねちゃんと書いてある。うん、これ絶対もうポッポッポってあれでしょ、もうポッて入れたら出てくるでしょその文章ってぐらいなんか送ってきてる気がする。ポッポッポー、おにぎりに梅干し2つのり巻いてごま塩ふったらポッポおじさん心もカラッと大分唐揚げ。はい、あ、わっちり見えてる、よかったよかったです。なんかピント合ってるのか不安だよね、ちゃんと字見えてるか。タブレット買ってスマホの歌もアプリでカラオケかな。あ、なんかそんな感じなの、難しいね。うん、定期で自伝登録さすがですね。お、初訪問いらっしゃいませ、皆さんハートとかありがとうございます。イベント中でですのでぜひ応援よろしくお願いします。なんか物も もらえるってなったらさ3位以内目指したいよね。でもねもう本当に順位見たんだけどやばい人はやばいよ順位。でもこの人たち今なポイント何歩なのか分かんない。あ、すごい、この中のオンラインのとこに私がいる。ちょっと待って、これさどうやってあれ見るんだっけ、何点何ポイントとかのやつ。あれ私一人で何言ってるんだろう、ちょっと待ってね。あれ難しいや、これか、あれ違うな、あー助けて、ん、え、あれ、あ、待って、ん、え、コメント、あー、こうか。ただ一番の初心者田中と申す。どうやって見るんだっけ、これか、あー、これだ、やばいよ、だって1位の人82万とか、私どんだけ頑張っても無理だよ。うん、頑張れる。3位66万6669ポイント今9万5000、いけると思う、だって4位からレベチだもん、だって10万から急に40万に飛んじゃうんだもん、ポイント82ポイント、あらら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 、難しいですね。あら、衣装かわちい、ありがとうございます、衣装です、これで踊ってます。フォローありがとうございます、フォロワーも増えたし本当に皆さんのおかげです、ありがとうございます。パシーンとか鳴らしちゃった、絶対うるさかったよ、すいません今。ちょっと待ってね、やばいよね、えっとねあと7000ポイントでね9位になるらしい。すごい、イベントだって皆さん。今度1位の人はオーディション参加中なのかな、ね、1位、今回スタートが遅かったから次回かな、そうだね、参加遅かったもんね私、しょうがないよね。初訪問いらっしゃいませ、イベント中でございます。でもこれ行けるとこまで行ってみたくない、頑張れば、頑張って、あ、休憩終了、みくちゃんまたね、お仕事頑張ってください。1位の方、1位の方今誰、ガチベスタダベリーカップ、ん、ちょっと名前わからなかったわ。何、イベントって1個だよね入れるのって、もうみくそれも分かってないからね、もう奇跡だと思うよ、ここまで皆さんが応援してもらって、皆さんに応援してもらってるの。あー、もう罰押せないし、もう誰だよ、あ、初訪問、あ、いらっしゃいませ、もうやばいやばい、こんな方が初訪問で見に来てくださってるのには私なんか変なことばっか言ってすいません、うるさくして、うるさい JK です、 J
J 逆 J あーうんわかんねえやミクがこうだから J こっちなのか違うねこっちんわかんないやそうアバターやりたかったからアバターバイバイアバターあこんにちは初見さんありがとうございます。初訪問たくさんありがとうございます。皆さんぜひフォローお願いします。イベントガチってます、ガチってます。あの昨日初めてガチってるとか言ったら本当に頑張ってる人に申し訳ないけど、こちら私です。同じ顔でしょ。はいありがとうございます。本当に喋り続けられる女です。でもさすがにちょっと俺を食べます。なんか面白いことしたい。よし、イベント中多分毎日はできないです。普通に学校ある日は帰り遅いんで、うん、だから学校休みの日にちょっと頑張って稼いどきます。ね、ちゃんと皆さんと交流して皆さんと遊んで楽しんでやっていきたいと思いますよ。皆さん初訪問ありがとうございます。嬉しいです。口の中の水分持っていかれてる。ちょっと飲み物欲しくなってきた。こんにちは主権さん、はじめまして。高校生です。高校生やってますとか言おうとした。ミクです。配信中に食べないでくださいって、ずっと喋ってたら疲れるでしょ。いいんです。なんかショールームの面白いなんか機能とかないかな。スタッフこのスタッフは私はあの本家が何か知らないけど、あの何のあれだっけ、プリパラの YouTube ですね。見たらスタッフ の渋谷あずきさんっていう元アイリスの方が言ってたやつを真似してる、ただそれだけです。スタッフイベントなんて言えばいい、ショールーム機能とかで調べてみる。あーちょっとよくわかんないや、もういいや。はい初訪問いらっしゃいませ。なんか面白いことしたい。なんか面白いものない。ガチイベさんと被ると1位取るの難しいの。ガチイベさんとか何、ガチイベさん、あーこれ読まなくていいやつなんだけど普通に気になった。ガチイベ何、イベントガチってる人ってこと。私そんな、だって昨日始めたばっかなのにたくさん、こんなたくさんの方に見ていただいてありがとうございます。感謝です。はい初見さんはじめまして。初見さんじゃない、初訪問の方ありがとうございますね。まさかこんなうるさい人のルームだと思わないですよね。すいませんね。これでも一応アイドルだったんです。アイドルしてたんです。信じられますか、こんなにうるさくてもうなんかバーみたいな人がアイドルだったとか。でも信じてください、アイドルでした、モデルでした一応。初訪問いらっしゃいませ、ミクです。高校生です。元アイドルです。何やるか普通準備は、だってね違うんだよ、なんか話すだけだと思ってたの。でもなんかカラオケとかそういう話したらなんか面白いことしたくなっちゃうのよ。いや今もアイドルなんですけど、なんていうのなんかさ、そうそうアイドル、アイドルです。でも今フリーでやってるから、フリーって書いてたから、フリーだから私は。こんにちは初見さん、
アイドル時代から、うん、アイドル時代から推しだから、あ、そう、アイドルやってたんです。いや、まあ、今もなんか大分で活動はしてるんですけど、前は東京でアイドルしてました。初訪問ありがとうございます。今大分県にいる人です。お、初訪問の方がたくさんありがとうございます。そう、元アイドル、元アイドルじゃないの、今もアイドル、今もアイドルか、今もアイドルだけど、前は東京でアイドルしてたよって話ね。元チャオガールだよっていう。フリーダムアイドル、フリーダムアイドルだ、いいね、フリーダムアイドルにしようよ。フリーダムアイドルです。あ、事務所、違う、そういうフリーじゃなくて、あの、この配信のジャンルがフリーなの。そう、なんかね、公式のなんとかかんとかで、なんとかかんとかで、なんとかかんとかみたいなやつをなんとかかんとかしなきゃいけなくて、なんとかかんとかが起きたらなんとかかんとかなの。うん、そんな感じだから、今はフリーで配信してます。いいな、いつかアイドルとかさになって、あのアイドルとかのジャンルになってね、普通にカラオケとかしたいよねっていう。そう、自由人なの私。まあ、ENFP ってこんな感じよ。私 ENFP も INFP も、あのね、当てはまりすぎて怖いんだよ。テンション下がるとすごい INFP になっちゃうの。よし、いい感じ。お、初見さんありがとうございます。見て、頭に乗ったお、初訪問いらっしゃいませ。もう自由人ハウスへようこそ。あ、ちょっとさ、 ENFP の特徴を教えようか。もう INFP と ENFP、 もう本当にマジで会いすぎてるから怖いよ、ここまで来ると。 ENFP、 ENFP、 よし。運動家です。どれで見ればいい？ちょっと待ってね。特徴とか、うん、あ、だって見て、これ見てじゃないか、あのね、 Google で ENFP って調べるとね、その次に、あの、一番最初に関連で出てくるやつ、頭おかしいだよ。どういうこと？え、やばいって。 ENFP 頭おかしい、 ENFP 韓国アイドル、 ENFP 女、ENFP あるある、 ENFPT、 ENFP 嫌われる、 ENFP 顔がいい、顔がいい、顔がいいですか、ありがとうございます。あ、皆さん初訪問ありがとうございます。変な人です、すいません。お、ピクミンからなんか通知来た作る時代配信でこんなに話すと思わなかったですよね。そう、中学性格診断で驚くほど、そうなんです、めっちゃ当てはまってるんです。怖いよ、ここまで来るとってぐらい当てはまってる。なんで私のことそんなに見てるのって言いたくなるもん違うんだけどね、私のこと別に見て言ってるわけじゃないんだけど、私のことは見張ってるでしょって思うぐらい性格当てはまってんの、びっくりするぐらい。びっくりだよ、うん、うわー、びっくりした、なんか携帯ピカってした。喋るの止まんないとか ENFP の特徴だからね、やばいよ。ハートありがとうございます。初訪問いらっしゃいませ。皆さん本当にようこそいらっしゃいました、おしゃべりルームへ。一人で喋ってるうるさい人です、よろしくお願いします。お、ハートたくさんありがとうございます。見張ってたら怖い、まあそうなんだけど、なんかマジ見張られてんのかなって思うぐらい、もうびっくりするほど当たってんので、ちょっと特徴言うとか言ってたけど、ちょっと一回ポイント見たいわ。あ、やばい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 、うるさ私ありがとうございます。何これ、招き猫、かわいい、招く。ちょっと ENFP の特徴見るわ。あの、顔がいい、相性、性格悪い、私性格悪いかも、わかんない。ちょっと待って、後ろのなんかプリクラ歪んでるから撮ろう。よし、撮るわ。これ猿っぽくないからいいや。これ
制服だからダメ。ちょっと待ってね。あ、初訪問いらっしゃいませ。今からちょっと私の MBTI である ENFP のことについてお話ししていこうと思います。どこで見ればなんかね、私がね一回見てたサイトになんかすごい当てはまってるのがあって、めっちゃ見やすくていいのがあったんですけど、どっか行きました、そのサイト。はいはいはい、あ、うるさい私。あ、これ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 、あ、違った、あ、違った。何て言うんですか、どうもどうも、うるさい、うるさい場所来てすいません。うるさいの場所に来ちゃってありがとうございます。でも見に来てくださって、あ、ハートありがとうございます。あ、レインボーゴリラですねもう本当にうるさい、シャーシー、あ、本当にうるさい時は皆さんシャーシーって言ってください。ちゃんと受け止めます。おいた弁でうるさいっていう、意味なんです、シャーシーは。なので本当にうるさかったらもうシャーシーと言ってくださったらもうちゃんと静かにします。まあ、なんとか頑張りますんで、ぜひね。で、可愛い時はえらしいとかかわちいとかかわゆいとか言っていただいて、今可愛い時はって言った、うん、大丈夫よね。はい、シャーシーですね。え、シャーシーですっていうのさ、絶対議員ってかお母さんだけやん。ほら、写真とか送ってるし、写真写真写真、面白いツボわかんねえ。ちょっと ENFP ね、これね、これさ、これさ、そうなのよ。このサイトどこ、これか、あー、あ、違う、うるさかった。ちょっと待ってね、サイト、あのね、面白いサイトがあったのよ。あ、みくちゃんの配信はまだまだおとなしい方ですよ。だって、だって、やったね、ありがとうございます。あの、一人で空回りしてるから静かに見えるのかも、もしかしたらワンちゃんね。ちょっとね、だから ENFP のね、あ、違う、MBTI の初訪問とかたくさんの方ありがとうございますね。まつげ上がってる今日ちゃんと。お、初訪問たくさんの方が見に来てくださってありがとうございます。えらしいな、ありがとうございます。えらしいってありがとうございます。そう、ぜひ私のお部屋に初めて来た方はこれを見てください。おしゃべり大好き JK です。 SJK です。 SJK、 静かには見えない。あれ、一人で空回って静かになってるっていうね、周りが、空気がシーンと泣くわ。 MBTI のなんかね、いいね、なんかめっちゃ詳しく書いてるいいサイトがあったのよ。どれかな、あ、このサイト、このサイト、これかな、違うわ。この写真使わないでよ、このサイトじゃないならね、見たいのに。初見です、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは、初見さんがたくさんありがとうございます。もともとアイドルですか？アイドル、一応アイドルです。で、もともと東京で活動してました。小学5年生から中学3年生まで。桜学院というグループと、チャオスマイルズっていうチャオガールのグループに入ってました。はい。で、そうですね、東京で活動していて、大分県に住んでいるんですけど、毎週通ってレッスンとかライブとか配信とかやってました。そうです、あの、飛行機の乗りには慣れてます。そこが自慢ですなので意外と東京の地名とかにも意外とね分かるんで、あ、待って、
あ、そうです、白のカレンダーミクです。大人っぽい、ありがとうございます。ミクです。同じ顔です。そう、もともと東京でアイドルとモデルしてました。桜学院超有名じゃないですか。あ、知ってますか。超有名なんですか。嬉しい。そうです、桜学院の最終メンバーでした。何年間は4年半かな。2017に入って、期間限定って、期間限定じゃない、なんていうの、なんだっけ、成長期限定ユニットなんで、小学5年生から中学3年生までできるグループで、私は小学5年生から中学 2年生までやってましたね。中学3年生だからもうコロナの関係でちょっとね、学年のあれが難しくなったんですけど、中学2年生のまでやって、並行してグループが終わって大分に戻ってきて、今 JK してます。なので元アイドルです。で、大分でちょっと活動しているので、一応現役アイドル、一応現役アイドルです。で、ダンスの先生やってます、インストラクター。まるで別人のようにおとなしかったミクちゃん。そうですね、そのアイドル時代は意外と静か系のバカキャラ、バカキャラではないのかわかんないけど、なんて言うんだろうね、なんかまた違うタイプでした。こんな喋んない人でした。はい、こんな喋ってなかったです。喋り下手だったしね、配信でこんな喋ってると思いませんでしたよね。びっくりですよ。あ、フォローありがとうございます、嬉しい。たくさんの方に見ていただいて。大分の活動はいつから始めましたっけ。もともとでも活動自体は、そうですね、去年の2月とかに事務所は立ち上げましたね。ちょっと気になった。静かではなかった、なんて言うんだろう、静かではないけど、あ、お仕事に戻ります、頑張ってください。なんて言うんでしょうね、こんな喋んなかった、ずっと喋ってなかった、暴走してなかった、これだわ。ちょっと今 MBTI のやつでこんな暴走してる人なんて普通いないよ。ありがとうございます、福、ありがとうございます、フォローありがとうございます。たくさんの方が見ていただいて嬉しいです。あ、そうでしたね、特に中1の途中まではもう静かで、なんか全てになんか苦手意識を持ってる、本当に何もできない子でしたね。で、そこから噛みつくようになって、なんか番犬みたいになってて、なんか自分ってなんだろうって思ってたけど、まさかやめたらこんな喋る、配信するなんて思ってもなかったし、おしゃべりルームっていう名前をつけて、あ、よかったって思えるような配信する子なんて思ってなかったんで、自分でもびっくりですよ。そうなんです、元アイドルなんです私。初訪問いらっしゃいませ。なんかね、暴走すると思ってなかったですよ、自分も。名前こちらです、名前ミクです。お、初訪問の方がたくさん、ミクです。ちょっと違う、これここにあるとこ、本名田中ミクです。田んぼの田に中に美しいに空で田中ミクです。おしゃべり大好き JK。こちらポスターじゃなかった、カレンダーです。何回間違えるのっていうね、本当にすごい初訪問の方がたくさん。ちょっと MBTI の話なんてしてる暇ないけど、ちょっとやりたいと思います。おお、なんかありがとうございます、たくさんの方が初訪問で来てくださって嬉しい。え、なんか感動して涙出そうだよ、すぐ泣いちゃうから私。ありがとうございます、かわちー、ありがとうございます。主権さん、こんにちは。ショールーム始めて3日目なんで、全然初心者なんで、いろんなこと教えてください。で、ちょっと MBTI のサイト探すね、私の面白いって思った。おー、こんにちは、たくさんの方が見に来てくださる、よいしょ。あ、すごい、
あのね、これ多分ね、本人、あなたと本人のみ表示っていう、あれ、なんか初訪問来ましたみたいなのが見えるんですけど、もう今、コメント全然ないんですよ、初訪問の方。初訪問、初訪問、初訪問とかばっかで。嬉しい。こんにちは。ありがとうございます。皆さん見に来てくださって。え、一回ゆっくり自己紹介しとくか。こんにちは、ミクです。本名は田中美久で、おしゃべり大好き JK です。2006年6月18日生まれの双子座で、今は高校2年生の17歳です。で、大分県出身で、今大分県別府市に住んでいて、大分県で活動しております。で、血液型は O 型で、 MBTI は ENFP です。なので、とてもとてもうるさい配信になっていますが、皆さんゆっくり楽しんでいっていただければ嬉しいです。で、何がある？現在は高校生で高校生活を謳歌しており、で、小学校から中学校にかけてはアイドルとモデルをしてました。で、今も大分で活動しています。そうですね、経歴はこんな感じかな。小学校4年生の時にオーディションを受けてグランプリになって、チャオガールっていうチャオのモデルになって、そこから桜学院というグループで何年、4年半活動させてもらって、東京に毎週出て通って飛行機で、だからあんまり学校生活とかを謳歌できなかったので、高校では普通の JK になりたいって言って大分に戻ってきて、でも結局やっぱこういう活動がやめられなくて大分で活動していて、で、私の目標は大分を広めるっていう思いがあるので、これから大分とか別府を皆さんに伝えていけたらなと思っています。はい、一番長たらしい自己紹介じゃなかった？あ、で、今ダンスの先生やってます。ありがとうございます。だってほら、この間にもさ、たくさんの方がもう初訪問に来てくださって、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん自己紹介初心者なのにうますぎ、ありがとうございます。チャオガールやったらおはスタにも出てたかな。おはスタは2回出たことがあります。はい、なんか桜学院とチャオスマイルズで1回ずつ出させていただきました。放送に踊ってもう、ま、で、その後ちゃんとあれですよ、声優オタクになって、私花江夏樹さんと会ってたんだっていう、面白いオタクですね。私は面白いです。ありがとうございます。アイドルやってます。あ、写真集届きましたよ、ありがとうございます。そうで、この上に書いてあるのがファンマークで、ファンネームも書いとこうかな、テロップに。編集かっこ、あ、違う、どうしよう、ブルースカイハート桜、こうしとこう。これが私のファンマークとファンネームになっているので、ぜひ皆さん名前のところにつけていただければ嬉しいです。そうで、あ、仕事戻ります、また来るね、ありがとうございます、ぜひ来てください。ハート桜、これ私のハンマークなので、ぜひ皆さん覚えておいてください。かぼちー、ありがとうございます。初見さんがたくさん来てくださって嬉しいです。なんか、あ、なんかたくさんの方が見てくださってる。この後ろのこのなんていうんだっけ、アイコンじゃなくてアバターが増えて、ありがとうございます。また来ます、頑張って、ありがとうございます、頑張ります。初訪問いらっしゃいませ。ちょっと待って、私の画面がちょっとずれたから、ちょっとずら見づらい。よし、ハートありがとうございます。すごい長たらしく話したんじゃない、さっき自分のこと。そう、本当に初心者なの。ここを見に来てるのもみんな何かしらのオタなので気にせず、よかったです。一緒です、オタクです。私もミクです。
ありがとうございます。今日は学校休みなのでお昼から配信やってます。イベントに参加中なのでぜひ皆さん応援よろしくお願いします。応援よろしくね。この子抱き枕だから寝てんだよね、ずっと肩に。よろしくお願いします。皆さん、そう、こんなこと言ってるからアイドルって思われないんだよ私。自己紹介は完璧でしたよ、ありがとうございます。なんかちょっとぬいぐるみ多すぎるから、次この子、この子でもね、細いから抱きかかえるにはちょっとちっちゃいんだよね。この辺に置いとくか。初訪問いらっしゃいませ。何位まで行くか楽しみですよね。昨日始めたから何位まで行くかな。頑張れば、頑張れば皆さん一緒に頑張って上に行きたい。ゴーゴーゴー、上に行きましょう。さっきのちょっとバカげた話してる時よりちょっとアイドル顔になったんじゃない、知らないけど。ちら、こんにちは、初見さんありがとうございます。ちょっと前髪見といとこ、自己紹介した方がいい頻度にコメントください。慣れていきます。そう、名前わからない方はこちらを見てください、お願いします。わかるかな。でも歌声聞きたい、あれですね、カラオケイベントに入ったら歌えるようになるので、今度はカラオケイベントとか入ってみたいな。喋りすぎてなんか鼻と喉の調子がなんかね、ちょっともごもごしてきた大丈夫かな。すごいたくさんの方が見ていただいて本当に本当に本当にありがとうございます。お昼から皆さんと楽しい配信ができて嬉しいです。すごい名前面白い、初訪問。お、なんか初訪問の方たくさんいると嬉しいですね。お仕事戻ります、頑張ってください、頑張ってください。初訪問いらっしゃいませ、おしゃべりルームへ。皆さんと一緒におしゃべりしていきましょう。ありがとうございます。皆さんぜひフォローお願いします。はじめまして、はじめまして。ライブでソロ曲とか歌うことある？まだ歌ったことないですね。皆さんぜひこんにちは、ぜひフォローしてください。イベント頑張ってます。昨日始めましたイベント、でもあと5日なんですよね。なんでこのギリギリにイベントに入るんだっていう話なんですけど、ちょっと皆さんのおかげでここまで来れてます、ありがとうございます。試験さんこんにちは、キラって、こんにちはこんにちはこんにちはすごい、あと9位まで3000ポイントですね。お、10万ポイント達成、ありがとうございます、やったー。まさかのイベント始めて2回目の配信でここまで来ると思ってなかったです、ありがとうございます。初見さんかわちい、ありがとうございます。かわちい、嬉しい。そうで MBTI の話をねするって言ってたんですよ。ちょっと手が冷たくなったから携帯で温めるわ。みくちゃん、こんにちは、桜の時から見てました、ありがとうございます。ぜひフォローお願いします。どこだっけ、ハートハートハートのとこ押してください、フォローの。ぜひ見に来てください、これからも、うん、そう、どこだっけ、フォローの場所どこだっけ、なんか画面上のハートのところ、この辺かな、この辺かな、この辺かな、わかんないけど、ぜひしてください。 ありがとうございます、フォロー、ぜひ皆さんフォローお願いします。初訪問いらっしゃいませ。ちょっとね、今やってるのは MBTI について話してたのと、そこから自己紹介して、なんか一人でなんかシーンとした空気にさして、なんかすごいことしましたねお母さんがヒーターを持ってきてくれました、ありがとうございます。優しいだって、優しいだって、あの銀次郎のアカウントでぜひつぶやいてください今お母さんがヒーターを持ってきてくださいました、持ってきてくださいました。なんかトニーみたいな。わ、たくさんの方が初訪問で見に来てくださる、え、
これはどこからどこからの初訪問ですか皆さん。なんかなんでこんなに初訪問の方が来るんですか。ありがとうございます。フォローありがとうございます。皆さんぜひフォローしてください。どこから来るんだよ、だよどこから来るんだろう。ツイッター、私が告知したツイッターとあれかな、あとあれか、どっかに書いてるのかな。ありがとうございます。かわちい初見さんありがとうございます。優しい、なんかかわちいみたいな流れで言ってるけど、こちらお母さんです。銀ちゃん、銀ちゃんのところのね画面を銀ちゃん教えていただければ、あの犬が出てきます。これがうちのワンちゃんです。お願いします。初訪問いらっしゃいませ。皆さんぜひフォローお願いします。皆さんが楽しいと思ってもらえるような配信ができるようにこれからも頑張るのでぜひお願いします。こんにちは初見さん、こんにちは。すごいたくさんの方が来ていただいてもう感動です。嬉しいです。こんなたくさんの方に見ていただいていただけてるっていう、もう思っただけでももう涙が出てきます。本当にありがとうございますね。新人し期待の新人、何注目の新人になれるように頑張ってます。あ、そうです、桜の西でもよく出演してた銀ちゃんです。初訪問いらっしゃいませ皆さん。どこでその初見の方とか初訪問の方ってどこで私をあれ見てくださってるんですか。あ、はじめまして、初見さんこんにちは、こんにちは。どこで見ました、どこで見てきました、気になる。多分私のファンの方はツイッターの告知とかで見てきてくださってると思うんですけど、すごいよこんなに。あ、フォローありがとうございます。フォローぜひ皆さんしてくださいね。どこにあるかわかんないんだよね本当に。ショールームが、私のフォロワーさんはX から、なんかね多分ね本当に私の推しとかじゃない方もたまに見に来てくださってるので、やっぱあれかな、おすすめ。あ、はじめまして、ありがとうございます。フリーバックの画面か。うん、皆さんありがとうございます、見に来てくださって。おすすめから来ました、ありがとうございます。ぜひ楽しんでってください。すごい、いろんなツイッターでつながってる人がいれば勝手に紐付けされることが多いから。あー、 X とかツイッターとかでね宣伝してくださってる方もいるので、ありがとうございます。たくさん見に来てくださって、なんか銀ちゃんのレベルが上がってるんですけど、銀ちゃんのレベル上がってますね。かわちい、ありがとうございます。フォローありがとうございます。皆さんぜひフォローしてください。ちょっと鼻がね、ちょっと嬉しいです。皆さんちょっと開けようかな、よいしょ、まだ開けました、ありがとうございます皆さん。あ、そういえば私画面暗くない、大丈夫、カーテン開けてない、あ、開けても変わんないか、よし、いや、ありがとうございます。初訪問の方、おすすめとかから、おすすめとかに載ってるんだ、嬉しいな、ありがとうございます皆さん。こんにちは、こんにちは、主権さん、ハートハートハート顔、こんにちは、こんにちは。もう一回一応挨拶っていうか自己紹介しとこうかなたくさんの方が見ていただいているので、では行きます。ああ待って、まだの話ですか。そうです、こうやってくるくるって、あ、 TikTok を別の動画アップ、ちょっと、できれば今日やります、すいません。じゃあね、自己紹介します。はじめましてじゃないか。皆さんこんにちは、ミクです。本名は田中ミクです。元気いっぱいなおしゃべり JK やってます。2006年6月18日生まれの17歳で、高校2年生です。双子座で、血液型は O 型です。
で MBTI は ENFP でとてもとてもうるさい MBTI してます。で後でちょっと皆さんと MBTI の話したいなと思ってるんですけど、とりあえず自己紹介してしまいます。で今は高校生やってて、小中の時にアイドルとモデルしてました。今は大分県で活動しています。前は東京で活動していました。で、今はダンスのインストラクターやっててダンス習ってます。ダンス歴はちなみにそのアイドル始めた時からなんで、そうですね、芸歴と同じぐらいなんで、何年かな、6年、うん、6年じゃないか、待って2016の全然6年じゃないね、8年ぐらいですね。8年ダンスとかは8年ぐらいやってます。でそうです、桜学院というグループで活動していて、チャオガールとして活動していました。ぜひ皆さんフォローお願いします。イベント頑張ってます。イベントをぜひ応援よろしくお願いします。昨日始めました。でショールームは一昨日始めました。本当の本当の本当に初心者で、もう本当に初心者なんですよ私。 MBTI だって、急に MBTI とか言われた、言っちゃった。なんだっけ、ショールームが本当に初心者なんで、ぜひ応援よろしくお願いします。もうおしゃべりルームって名前にするぐらいおしゃべり大好きなので、コメントとかね打ってくれたら皆さんと一緒にたくさんおしゃべりしていきたいなって思ってます。ぜひコメントとか盛り上げてくれたら嬉しいです。はい、もう初見さん多いの、初見さんとか初訪問の方が多いと本当に嬉しいです。ありがとうございます。ちょっとねコメント遡ったりしてゆっくり見てるので、ガスストーブつけた瞬間まだ開けるミクちゃんすごさ、ありがとうございます。そうです、空気がね悪くなっちゃうからまだ開けました。あ、フォローありがとうございます。ぜひ皆さんフォローよろしくお願いします。イベント今10位なんですよね。トップ10に入りました本日。あと次の順位まで2529ですね。ミックちゃんは番組のお仕事出てたし、ショールームのお話うまい、ありがとうございます。ね、でもこんな喋れると思ってましたよ。初見さんこんにちは、こんにちは。ずっと喋ってます配信。たまにね本当に一人で喋ってることがあるので、もううるさい時は大分弁でもあるシャーシーって言ってくださると、あ気をつけますとなりますぜひね大分弁使ってみてください。私の口癖です、シャーシーと。で大分弁で可愛いってこと、えらしいっていうので言うんですけど、ぜひえらしいも言ってもらえたら嬉しいです。時間帯違うといつもと違う人来るね。そうですよね、たくさんの方が見ていただいてありがとうございます。初訪問いらっしゃいませ、あフォローありがとうございます。こんにちは、ありがとうございます。お昼から本日は高校がお休みなのでやらせていただいてます。大分の高校なのかな、今日私立入試がある高校はお休みですね多分。ちょっと前髪命の高校生なんで。ありがとうございます。だるま、えらしい、難しいね。そうですよね、おいた弁講座やりましたね。シャーシくない、バーリカはありがとうございます。シャーシくないって、シャーシーけどえらしい、あれシャーシー受け止めます。えらしい、ありがとうございます。元気ですよね、私やばいですよね、昼間から元気なことで髪の毛が伸びました。違う話に飛ぶから写真だよね。でちょっと MBTI の話ゆっくりしていこうかな。さっきからずっとするって言ってたんだよね。どれだっけサイト、これかな、違うね、どれなんだろう。ありがとうございます皆さん。
分かりやすいやつがあるんだよね。分かりやすい性格かな。こう見たら分かるかな。ここはどこですか。大分の高校通ってます。大分県の、大分に住んでいるので大分県の高校です。お絵かきとかお料理配信してるかも。あ、お料理とかもするのか。お絵かきね。お絵かきはちょっと壊滅的なのかな、わかんない。そんな配信にするほどうまくはないのでちょっと恥ずかしいな。ハートありがとうございます。初訪問ありがとうございます。MBTI のなんか面白いサイトがあったんですよ。もう当てはまりすぎて怖かったサイトがあったんですけど、どれなんだろう。なんかね、面白いやつがあったの。お、初訪問ありがとうございます。皆さん、あ、フォローもありがとうございます。今 MBTI について調べてます。あ、このサイト、このサイト、これからどうやって撮れるのかな。あ、あったあった、これですね。あ、お仕事に戻ります。またね、ありがとうございました。またぜひ来てください。こんにちは。お仕事の休憩にご挨拶とキラ星を届け、すぐに抜けちゃいます。配信頑張ってね。ありがとうございます。ぜひ楽しんでってください。ちょっとお仕事頑張ってくださいね。ちょっと ENFP と INFP 見ていきます。ちょっと待ってね。 ENFP と INFP、 まずは私の ENFP から見て、その後私が気分っていうかテンションが低い時は基本 INFP なのでそっち見ていきます。では日本人では2番目に多い MBTI なんですよね、 ENFP って。で、無邪気、性格が、タイプなんていうの、性格かが無邪気な子供、愛嬌の喧嘩、かまちょな天然究極の人たらし、二軍の中心、好奇心の魂、あ、塊、うん、ちょっと待って、あ、好奇心の塊で、いつもニコニコ、気分屋のポンコツ、友達が多い、時間にルーズな遅刻魔、わがまま、自分のこと大好き、でも自信はあんまりない、八方美人、盛り上げ役、おっちょこちょい、誰とでも仲良くできる、でもリーダー役はちょっと、てんてんてん、自由奔放だからね、陽キャに擬態した陰キャ、自分より陽キャの人が苦手、感受性が豊か、笑いのツボが浅い、めっちゃ笑うしめっちゃ泣く、嘘が下手、アイディアが滝のように出てくる、あれもこれもやりたい、落ち着きがない、空気読めないキャラ、無理してでも明るく、話題コロコロ変わる、三日坊主、人間観察が好き、感化されやすい、初対面が得意、二回目が苦手、他人に興味がない、人生はドラマ、暇が嫌、予定入れまくる、前日に嫌になる、悩みなさそうって言われるけどあるから、悩むとき、やむときめっちゃやむ、広く浅く、早く起きて時間チェックするのも、時間チェックもするのに遅刻する。運動会とか文化祭とか本気で楽しむ。女性の場合はぶりっ子だと思われがち。勉強が苦手だけど仕事はできる。でも職を転々としがち。人と被るの嫌。急に飽きる。オフ会とかすぐ参加する。自意識過剰、薄情に見られがち。口が硬いとかじゃなく忘れる。ヤフー知恵袋読むの好き。仲いい友達、
地に飽きることがある、新しい友達を求める、人望がない、貯金が苦手、夢が大きいが地道な努力はできない、現実的な人はつまらないと思っている、人に迷惑かけても気づいてない人に元気は元気に空気を明るくしてくれる貴重な存在、 ENFP は絶対このこの最後の文章まで読むっていう、もうなんとなんと私に当てはまりすぎているかっていう話なんですよ、この ENFP が。ちょっと一個ずつ触れていきたいんですよね。まず無邪気な子供、もうこの配信がまさにその通りなんです。あ、もう私が無邪気な子供だってね、この配信がもうしゃしいし無邪気でなんかうるさいなって感じじゃないですか、一人でよう元気でやってられるなって思う方もいると思いますよ。で、愛嬌の喧嘩はちょっとわからないです。カマチョの天然、天然はわかんないけど、カマチョは認めますよ、一人寂しいもん、かまってほしいもん誰かしら。で、究極の人たらしもわかんないけど、二軍の中心はわかります、一軍あんま好きじゃない。でも結構そういう一軍にいなかったら意外と真ん中に出されるかもしれない。そうだからリーダーとかやってって言われるし、この前は体育クラスマッチでなんかリーダー決めてなくて、キャプテン決めるときになんかその別の友達がキャプテン決めんといけないけどって言われて、で先生に呼ばれてたから一緒についてったら、キャプテンいるって言われてなかったから、いないですって言ったら、あ、じゃあ田中キャプテンでって勝手にあの言われたぐらいなんで、あのなんかね、中心に二軍の中心にいるタイプですね。で、好奇心の魂塊か、そうなんです、やりたいこれ新しいこと始めたい、でもすぐ飽きるんですよ。でいつもニコニコ、なんかでも学校とかでは意外とニコニコでいるイメージはありますね、自分でも。でのようにしてる。で友達が多い、いや最近高校に入ってからやっぱ友達増えたなっていうことはありますよ、本当に。でもクラスの子たちもほぼみんな仲いいもんね。あ、フォローありがとうございます。初訪問、たくさんの方が見に来てくださってる。そう、 MBTI の、あ、テロップにね書いておけばいいんだ、 MBTI の話してますって。 MBTI のお話中、カッコにブルースカイ入れとこ、ブルースカイアートサクラ、よし、いい感じ。初訪問の方がたくさんありがとうございます。もう銀に天然とか言われるしね、銀じゃないけどお母さんだけど天然らしいんですよ、私天然じゃないと思ってるんですけど。初訪問の方がたくさんありがとうございます。今イベント頑張ってます、ぜひ応援よろしくお願いしますでもやばい、どこまで行った？友達、時間にルーズな遅刻魔。学校は遅刻しないです。でもなんかいろんなことにギリギリになりがち、本当に結構ギリギリになる、やばい、わがまま、自覚はあるよ、わがままだ、自分のこと大好き、いやわかんない、大好きかはわかんないけど、なんかダンスの動画とか見てると意外と自分のこと見てるなって思うことあるから、なんか自分のこと好きなのかなって、自信はないんですけど、あ、その後のね、でも自信はあんまりない、いや自信はないんですけど、なんか自分のこと見るの好きなのかなって思う時はある。八方美人、そうですね、八方美人なとこはありますよ。あ、ほらありがとうございますっていう感じでね、こう盛り上げ役とか、そうそう、いつも一緒にいるメンバーといたら盛り上げ役だし、おっちょこちょい、もうその通りみたいな、誰とでも仲良くできるけどリーダー役はちょっと苦手とか、もう本当に当てはまってる、自由奔放なんです、本当にそうなんです。陽キャにね、陽キャにね、なんか擬態した、陰キャ、そう、意外と陽キャじゃないからみたいな、
自分より陽キャの人が苦手です。本当にそうなんです。なんかどう話していいか分かんない。陰キャだから本当はね。だから陽キャの方が苦手みたいなところがあるんですよね。感受性が豊か、すぐ泣くよねって。笑いのツボめっちゃ浅い。本当に笑う、すぐ笑う、めっちゃ笑うしめっちゃ泣く。もうめっちゃ泣く。今日もだって感動なんだっけ、日プのなんか見てたらめっちゃ泣いた朝。嘘下手。自分を愛することは大切、自分が一番と思うかどうかは別として。そうそうですよね。別に自分のこと見てもいいし、まあ自分、別に自分が一番とも思ってないし、なんか自分に自信はないけど、やっぱ見たくなりますよね。なんでだろうね。アイデアが滝のように出てくる。本当に出てくる。インドア？アウトドア？アウトかな。まあ家にはいるけど、家にいたらなんか感覚おかしくなるからアウトドアかもしれない。うん、落ち着きがない。そうだね見ればわかるよね。空気読めないキャラ。空気読めない、わかんない。無理してでも明るく。これはあるわ。話題コロコロ変わる。もう配信見てたらその通りって思うけど、三日坊主。そうですね、三日坊主ですね。すごい、すっごい三日坊主。人間観察が好き。めっちゃ見えますね、いろんな人のこと。初対面が得意、二回面が苦手。これが一番当てはまってます。初対面とかはめっちゃ喋れるんですけど、なんか2回目会った時に、あ、こんにちは、はいってなるそうなんですよ。他人に興味ない。意外とね、興味あるように見せかけてないっていう。で、人生はドラマ。うんうん。暇が、あ、ここが一番わかるよ。暇が嫌、予定を入れまくる、前日に嫌になる。もうこれ暇嫌じゃないですか。だからね、やりたいこととか入れるんですよ、予定でも。いざとなると前日めっちゃ嫌なんですよ。なんか、あーめんどくさ、あーやりたくない、あーってなっちゃうんです、前日に。そうなんです、前日がね嫌になっちゃうタイプ。そうなんです。あ、これもね、悩みなさそうって言われるけど、あるから。悩むときめっちゃ病む。あ、悩むとき、病むとき本当にそう。 MBTI はもう、私は MBTI だって。あ、そう、人間ウォッチングするのに他人に興味がない。なんて言うんだろうね、こう人間観察して、あーこんな感じなんだって思うけど、思ってそれまでって感じ。その後を追求しない、面白く、なんかその後に興味ないって感じですね。でもそう、人と被るの嫌だし、でオフ会とか、オフ会とかなんかそういう参加すぐするし、意外と自意識過剰だしで、口固いとかじゃなく、その約束っていうものを忘れる。そう、言わないのは忘れるからみたいなのもあるし、貯金めっちゃ苦手だし、新しい友達めっちゃ作るし、現実的な人つまらない。それはないかな。いやいや、そうだね。そう、しかもこういう文章、長たらしい文章ちゃんと最後まで読んじゃうから、あ、そうなんだなーって。すごいよ。うん、待って、 ISTJ か。あ、違うわ、 ISTJ。 もうそんな感じなんです。で、私がちょっと気分落ちてる時には INFP になるので、ちょっとそっちもね一回見ていきましょう。あ、これは日本人に多い第1位だって。もう私多分にザ日本人なんだと思う、性格が。絶望的なロマンチスト。わかんないわ、詩人派だ。え、こっち意外と当てはまってないのかな。ミステリアス、マイペース、これ合ってるね。愛想笑いがうまい。私愛想笑い意外と得意だと思ってたんだけどね、この前バレた。秘密にするって約束忘れられると厄介だけどね。ああ、それはさすがに忘れないね。それはさすがに、そのどちらかというと約束を忘れるんじゃなくて、その秘密にするっていう内容を忘れてることが多いかも。うん、
初訪問の方いつの間にかたくさん来てた。ありがとうございます。今 MBTI のお話中なんです。皆さんの MBTI は何ですか？調べたことありますか？ MBTI 調べたことある人はぜひコメントに書いてください。最後の読んだ上に一つ一つ解説とはやばい、めっちゃ話しすぎ。人生の意味を追い求めるとか、真面目系クズ、頭の中で会話あるわ、猫かぶりがちあるわ、豆腐メンタルその通りだわ。人生の意味を認める、うん、競争が嫌い、そう、割り切るのが苦手、うん、心開くのに時間がかかる、うん、どんな場でも自分だけ浮いてる気がする、そう、だからキャラ作るに必死、そして疲れる。めっちゃわかるわって感じなんです。本当に話すより文章は絶対にない。 LINE とか面倒で既読無視しがち、未読無視かな私の場合。プライベートで知られすぎたくない、それはわかるかも。約束して前日に嫌になることある？あるよ、あるある。全然約束してっていうか、なんか予定入れてて前日に急にはめんどくさいとかなることはある、嫌になる。うん、人たらそうのは嫌。うん、初対面はおとなしそうって言われる。友達欲しいけど人が怖い。仲良くなったら本性を表す。姿せるまでにめっちゃ時間かかる。実はめっちゃ喋るし割と毒舌。いや、めっちゃ当てはまっとる。そうですね、2人から3人になると喋るの難しい。そう、あれよ、3人組あんま得意じゃない私。そう、なんか2人で話してる時とか、じゃあ2人で話せばってなってどっか行っちゃうか、机で寝るかそんな感じですよかな。 ENFP じゃなかった、 MBTI のお話はこんな感じです。どっちも当てはまってるよって、どっちも ENFP の方が当てはまってるよって感じですね。初訪問の方がたくさん来てくださってる、ありがとうございます。嬉しい、たくさんたくさん。すごい、だってなんか増えてるもんね。これはみんな当てはまってる気がするな。日本人に一番多い結果なので当たり前か。そうだね、だから私は本当に日本人なんだと思うそうなんだ、日本人なんだけど、わかる、うちも3人以上は苦手ですよね。もう本当に苦手ですね、3人以上は。初訪問いらっしゃいませ、皆さんこんにちは。でもね、意外なこと言っていい？あとね、20分でもう2時間経つんだって。めっちゃ喋るじゃん私、うるさいね、シャシね、本当に。そろそろ黙ろうかって感じだよ。すごい、たくさんの方が日本人らしい日本人の性格ということで、そうですよ。初訪問の方いらっしゃいませ。本当に初訪問の方ってどこで見てるの？ね、ツイッターとかで来てるのかな？ツイッターとかおすすめとか？ぜひ教えてほしいもんよ。初訪問の方、あなたはどこから私を見に来ましたか？教えてください。皆さん、初訪問ありがとうございます。いらっしゃいませ。ぜひ、こんな感じでずっと喋ってるルームなんで。フォローお願いします。いや、嬉しいです、皆さんありがとうございます。たくさんの方が見ていただいて嬉しい限りですね。本当に初訪問の方多い。みくちゃんの視力ってどのぐらい？ C か D かですね。あんま良くない。この辺だと全然コメント読めないんで、もうこの辺に近づきます。初訪問の方本当にどこで来る、どこから来るんだろう。
すごい、ありがとうございます。たくさんたくさん皆さんありがとうございますね。あ、前の配信から自動的にミクちゃん、ミクさんのルームに繋がるときも、あ、そうなんだ。前の配信から繋がること、あーね、こう終わった、前の人が終わったらこっちに来るとかあるのか。すごい、そういうこと、皆さんそういうことですか。皆さんありがとうございますね。授業中メガネかけてます。メガネ、メガネ多分ありますよ。ちょっと持ってこようか。よいしょ、ちょっと待ってね。でもね、このメガネね、度数ね弱いの今。あとね、サイズがブカブカすぎてすぐ落ちるんだ。よいしょ、学校のバッグを持ってきます。こんにちは、初見さん、こんにちは。メガネ持ってきます。ちょっと待ってね、これがちょっと秘書の教科書で、これ国語の教科書あった、メガネです。ありがとうございます。皆さんぜひフォローお願いします。まだフォローしてない方、私がメガネかけたらフォローしてくださいねなんでやねんってね。私もちゃんとあの推しはフォローしてるんで、ちゃんとフォロ、自分のフォローラーのとこに山北咲って書いてあるから。よし、でもね、このメガネめっちゃ緩いし、度数合ってないからあんま見えないんだよね。はい、だってこの辺から見ててもあんまり。秘書の教科書とか持ってみる。秘書、学校名とか書いてないもんね、こっちだったら大丈夫。こっちはクラス書いてるけど。よし、いい感じですね。クイクイ、あ、ちょっとできないわ。あーあー、メガネ眼科に行きたい、変えたい。初訪問いらっしゃいませ、皆さんありがとうございます。え、今このイベントで配信してる人は私以外にいるのかな。どこで見るんだっけそれ。これか、あ、いるね。これ1位の方は、1位の方と、うん、わかんないや、1位の方と8位の方が配信してますね。ステージ中はカラコンつけてないですね。コンタクト自体まずつけてない。コンタクトも欲しいんですよね。カラコン入れたことない、私裸眼です、ずっといつも。ちょっと茶色いんですよ、メガネね。これね、勉強してたらね、こうやってこう勉強してるじゃん、ここ緩くてね、ポトって落ちるんですよ。もうすごいね、授業中困る。初訪問いらっしゃいませ。あ、ちょっと待って、目になんかゴミついてるんだけど、泣いちゃうよ。よし、取れた。こんにちは、こんにちは。よし、メガネつけとくか。メガネつけてる私とメガネつけてない私、どっちが好きですか。私はメガネつけてない私。リップ塗ろう。よし。あ、なんか。こちらはお友達からもらったリップです。はい。ここが鏡になってるんですよね。こんにちは、こんにちは。あら、やばいやばい。どこ、待って、今ミク何見ようと思った、ちょっと待ってね。コスプレはしたことないですね。コスプレでもやってみたいんですよね。なんか文化祭とかにコスプレイヤーの方来てて、ちょっとやりたくなったりしましたね。どっちもらしい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。どちらも可愛い、ありがとうございます。嬉しい、メガネも似合うよって、ありがとうございます。メガネ、メガネつけるとやっぱコメントは読みやすいけど、でもあんまり度数合ってないからあんま意味ないかも。いや、つけとこ。初訪問ありがとうございます、皆さん
すごい初訪問の方多いね。昼間って多いのかな。そういうこと？おだるまありがとうございます。すごいイベント中だから嬉しいですね。あ、メガネしっかりしないとね。そうですよね。視力に影響出るのでメガネさんに調節してもらいましょう。そうなんです。眼科行きたいんですよ。だからね。早く眼科行ってメガネの度数変えて、まあ、できればもうこれゆるゆるで落ちるので、ほらもうこんな広がってるの。ちっちゃいやつにしてもらって、で度数合わせてもらって、コンタクトも欲しいし、ちょっとねあんまね見えてない、あんま見えないんですよねメガネ。ほんと度数落ちた、やばいよ。視力がどんどん下がってる。もう泣いちゃう泣いちゃう。不便ですよ、視力悪いの。嫌だよ、めっちゃ前良かったのにな。あ、フォローありがとうございます。初訪問いらっしゃいませ。たくさんたくさんの方が見てくれてるな、嬉しい。そう、コンタクト欲しいんですよ。メガネ、あ、これ読まなくていいやつなんだけど読みたくなる。配信で米読み苦労しないでコンタクトね、コンタクト買いたい、コンタクト欲しい。なんかメガネ、こうなんていう、このガタガタしない落ちないメガネも欲しい。え、これさっきから月見ですとか雪見ですとか、うん、あれ初見ですみたいなこと。そういうこと？うん、雪見ですか。さっき月見だったし。あ、待って、MBTI のお話中消しとかないと。ちょっと待ってね。よし、はい。ブルースカイのままにしとこう。次何の話しようかな。なんか面白い話題ないかな。寒くなってきた。ちょっと閉めよう。ちょっとだけ開けとけばいいか。よし。別にマルのコメント読んでもいいよ。読んじゃいけないわけじゃないから大丈夫。あ、ありがとうございます。その中で気になっちゃうんだよねマルのやつも。普通に気になったやつは読みますね。そう、皆さんこのマークつけてくださいね。これ。さっき雪見てました。えっ、いいなぁ。大分全然雪降んないよ。めっちゃ晴天今。おお、雲ないもん。晴天です。晴天、大分県晴天でございます。もう雪降ってよ大分にも。雪のピクミン欲しいよ。雪ピクミン。またピクミンの話してるって思われるじゃん。洋服買いに行きたい。もう急な洋服欲しい宣言。初見さんありがとうございます。皆さん嬉しい。そういえばたくさんの方が見ていただいて、今日も一応2時間にしとくか。あと10分で終わろうか。ご飯食べたいし。すごいたくさんの方が見に来てくださって。あ、そう、雪ピクミンって雪のデコレーションです。そうですそうです。なんか雪の日にもらえるって書いてた。いいのいいのいいの。このね、あのまた関係ない話するとさ、あのファンレベルが上がりましたが、あとのカッコに初めてって書いてるじゃん。この初めてをさ、日部ファンはきっとね、初めてって言いたくなるのよ。共感してくれる人今日いない？日部見てた人いませんか？なんだっけ、まあミク、なんとかするのは初めてってできないけど、あ、ショールームするのは
初めてっていうね、そうこれ日プ見てた人しか多分分かってくれないからやばやべやべ、ごめんなさいね。とりあえず55分になったらスクショタイムにしますって。今お母さんからね連絡が来たんですけど、ライブランキングを読まないといけないんだよって言われたけど、私昨日読んでないよね絶対。めっちゃ申し訳ない、多分忘れてたんだ、忘れませんね。初訪問ありがとうございます。いろんな形のメガネが似合いそう、やった嬉しい。丸メガネあんま似合わないんだよね、意外とサングラスの方が似合ったりするよね。最近までプロレス団体だと思ってたのは内緒日プね、日本プロレスと思ってたってことね。日プはプロデュース101ザガールズん？ジャパンが先わかんないや、ちょっと正式名称わかんないけど日プです。日プ皆さん見た方がいいですよ、日プの東京ガール見た方がいいですよ、あの2組の方ね、アウェイクの方、皆さん絶対見てください。これはうちの推しのランちゃんがめっちゃ可愛いんで、可愛い可愛い無言で踊るなってね。こんにちは主権さん、こんにちは。お、可愛い可愛い、ありがとうございます。お、花火上がりました、イエーイ。すごい、もうなんかレベル上がりすぎじゃない、私昨日始めたのに。お、パーティータイムだよ、パーティータイム、ふぅ、イエーイ。ミラージュ、ミラージュ時代のランちゃんなら会ったことあります、いいなぁ。待って、私ちょっと待って、ランちゃん、私ランちゃん見たことあるかもしれない、でも生で見たことあるかも。多分あるかもね。あー待って、やばい、会ったことあるかも、もしかしたら見たことあるかも、私生で、あるかもしれないですね。え、もう待って、見た記憶あるかも、私勝ち組じゃん。よし、スクショダイブしよう、ただのタカですよ、もう今となってはガールズガールズ好きだったし。待って、ミク、今頃なんだけどさ、ガールズガールズとね同じね、エスカレーターじゃなかった、エレベーターにね乗ったことあるのガールズガールズと同じエレベーターに乗ったことあるの、これちょっと自慢。多分ガールズガールズの人たちは全然覚えてないし、私も今まで忘れてたぐらいの本当にあれだから。じゃあスクショタイム行きたいと思います。よし、どうしようかな、ひらひらって、あ、ランクアップだって、今からスクショタイムしようと思ったのに、これ終わったら、見終わったらね。すごい、ありがとうございます、キュイ、ありがとうございます、やったね。ではスクショタイム行きます。はい、違う、まだ消えてないから今スクショタイムしちゃダメだ、よし。あ、ちょっと待って、スクショタイムの時テロップ消しとこう、よし行こう、花火上がってる、あー見返りだ、なんかちょっと今後ろ向けない、こうしよう、可愛い角度を目指して、一時期このポーズにハマってた、多分一時期ハマってた時期わかるよ、あのね、あの
なんか取材の写真全部こうしてた。恥ずかしい。そう、じゃあちょっと今日は以上です。では今日はじゃないね、もっと夜するかもしれないから今回は以上です。ではランキング発表、パチ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 。読めるかわからないですけど読んでいきます。1位試されるゆうたろうさん、2位しんじさん、3位にじいすけ先生、4位まるめちゃんさん。あ、これ3つけるのとつけるので差があるけんちょっと頑張ってつける。5つっとさん、6これなんと読むの、 K さん7位セブッチさん、8位フラビオさん、9位これサムさん、 M? サムさんかな。あ、待って読めない英語。10位 GELLO でなんて読むのかな。これ本当に英語読めないと不便だね。ありがとうございます。GELLO のなんだっけ、ゾウのアバターの方ありがとうございます。10位エンジェルモンさん、12位マーチンさん、これ13位もだっけ、13位ゼットピさんありがとうございます。ゼロさんありがとうございます。皆さんおめでとうございます、ありがとうございます。たくさんの方が見ていただいて、主権さんもたくさんいて本当に本当に嬉しいです、ありがとうございます。ぜひね、あ、待って、また上から読んでしまった、下から読むっていう話だったのに、本当じゃあ何、初期のサナと一緒なの、もう仲間だね。よし、ではまたね夜やれたらいいなと思ってます。夜もまた告知しますんで、ぜひ見に来れる方は見に来てください。ではたくさんの方が見ていただいて本当に本当にありがとうございました。はい、初見さんも今まで見に来てくださった方も本当にありがとうございました。それではお昼の配信は終わりにします。また夜やるときは見に来てください。バイバイ、ありがとうございました。